大相撲夏場所の新番付が発表された4月30日新小結大の里は昇進を報告する会見の冒頭で師匠の二所ノ関親方元横綱稀勢の里と共とに頭を下げた昨年9月同じ部屋の未成年力士に印象を強要していた疑惑を「週刊新潮」が報じ指定合わせて日本相撲協会から厳重注意の処分を受けたからだ 4月25日発売の週刊新調は、大の里が未成年力士をいじめ、たびたび部屋の風呂場で飲酒を共要していたと報じた。同志はこの疑惑を報じるにあたり、4月16日に事実関係の問い合わせを行ったが、教会からの返答がなかったため19日に書面で質問を送付。すると、 教会は週末を挟んだ後の22日に慌てて大の里が未成年力士と飲酒していた事実のみを認める旨の発表を行ったという。大の里のアルコールハラスメントが事実とすれば大問題ですが、疑惑が明らかにならないまま、師匠と弟子の謝罪によって幕引きを図った形です。これに対し、一問を問わず、若手の親方衆から疑問の声が出ました。一概に比較はできないものの、 暴行事件で事実上首になった北西方、及び部屋が閉鎖された宮城の親方、元横綱白鵬、指定と並べると厳重注意だけで終わった今回の処分はあまりにも軽すぎる。同じ部屋内部の不祥事ながら、この差はどうなのか。あまりにも甘いのではないか、と意義を唱えている人は少なくありません。相撲協会関係者。この関係者は、大の里及び二所ノ関親方への 大寛処分の行き札についてこう明かす。相撲部屋の体を成していない。今回の処分は勝野浦親方、元幕内、霧錦高田川親方、元関脇、秋の島、佐渡ヶ岳親方、元関脇、琴の若、の理事3人で決めたそうです。本来、春日野親方、元関脇、土地の若、もそこに加わる予定でしたが、 急遽病院にに行くことになり、参加ししませんでした。三人のうち前者二人は理事になったばかり佐渡ヶ嶽親方も二期目で広報部長になったばかり経験不足の理事が決めて大丈夫だったのか身長がもっと大きな爆弾を持っていたらどうするんだ春日の親方がいたらこんな甘い処分にはならなかったはずと言われています教会による不公平な処分だけでなく 二所ノ関部屋の対応そのものにも批判が高まっている。二所ノ関親方は、週刊新潮からの質問状が届くまで、飲酒事件のことを知らなかったそうです。二所ノ関親方は地元、牛久市の隣町である網町に千八百坪もの敷地がある立派な部屋を設立。週三稽古など革新的なことに取り組んでいますが、弟子と同じ屋根の下で生活しているわけではなく、 別当に住んでいます。これでは稽古以外の時間に目が行き届きません。監督責任に加え、内部の人間関係が複雑で相撲部屋の体を成していない、と指摘する人もいます。通常、相撲部屋の女将さんは弟子の生活管理から広報活動、谷町との付き合いまで行いますが、2022年に結婚した女将さんは部屋にほとんど顔を出さず、謎の存在のままです。